公益財団法人日本科学協会は、科学者相互の協力と科学知識の普及を行っている公益法人。元文部科学省研究振興局学術研究助成科書館。内外の科学者、技術者並びに科学、技術に関心のあるもの相互の協力と親善等を図り、科学の研究を奨励し、技術の開発を促進し、広く、 一般にその成果を伝達して、科学教育と一般文化との発展に寄与することにより、世界平和と国立民服とを図ることを目的として設立された財団法人。主に、科学、技術の普及、振興のための事業や、アジア諸国の大学等に図書を寄贈するプロジェクトを実施している。笹川科学研究助成、編集昭は63年度から、 日本財団の助成金を受けて実施している研究助成事業。人文、社会科学及び自然科学に関するものを対象にし、法画性、新規性及び独創性のある内容を持った研究で、意欲に満ち優れた研究を行う若平成19年度より特色ある制度の確立のため、従来の一般科学研究及び海洋、船舶科学研究を対象とした。 学術研究部門と、これまでの学芸員、図書館誌、海外発表促進助成、編集平成13年度より、過去に、笹川科学研究助成を受けた研究者を対象に、した、助成制度として設置された。国際学会、国際シンポジウムなどの国際的な場での研究発表を、助成対象とするものであり、国際的な研究活動の展開を促進するために、 その都考慮費や参加費等、必要経費の助成をしている。科学実験データベースの公開、編集を主に子供を対象とした、科学実験のデータベース。平成9年から兵庫教育大学、現体験教育研究会の協力を得て作成し、日本科学協会ウェブサイト上に公開している。科学実験データベースは、キーワード検索のほか、科学の分野、季節、危険度、 難易度、場所、対象年齢などのカテゴリーから個人にあったものを選択し、検索することができる。また、親が子供のどの部分を育てたいかという目的から検索することもできる。なお、同サイトには、原体験コラムというページが設けられている。科学実験データベースが子供を対象としたもので、あるのに対し、原体験コラムは大人を対象としたもので。 科学的な好奇心をかき立てる話題から教育に関する話題までテーマは多岐にわたっている。体感型実験装置群の制作と巡回展の開催、編集生活と深く関わりのある身近な話題をテーマに見て触れて試しながら理解を深めるプログラム仕立ての体感型実験装置群を開発、制作し大人が子供に伝える日常の科学シリーズとして 全国の科学館、博物館で巡回展示する企画。今日の先端科学、技術が目に見えず理解しがたい。特別なものとして扱われ、若者の科学離れが深刻化していることを危惧して、科学、技術が明快で、親しみやすい存在であることを広く一般の人間に理解してもらうことを目的に実施している。シリーズ第1弾は、自然界の水、台風がやってきた。 と称され、台風をテーマにした、装置群が、平成18年9月13日から9月18日まで、船の科学館で展示された後、平成19年8月から、全国の科学館、博物館で、巡回展示を行っていた。現在、日本国内での巡回展はすべて終了している。シリーズ第2弾は、光の謎を解き明かせ。と称され、光をテーマにした。 装置群が平成22年9月11日から9月26日まで船の科学館で展示された後、平成23年6月より全国の科学館、博物館で巡回展示を行っている。キュービックアースもしも地球が立方体だったら、編集、もしも地球が立方体だったら地球表面の環境がどのように変化するかを考え、 私たちが実際に住んでいる地球の環境がどのように作られているか科学的根拠に基づいたオリジナル映像を作成し解説している。平成11年から全国に呼びかけて出版社や大学図書館、一般の個人から収集した図書をアジア諸国の大学や研究機関等に寄贈している。現在は主に中国に集中して聖火大学や南京大学、 吉林大学などに寄贈している。関連事業として、平成16年度から中国の大学の日本語学習者を対象に、笹川杯日本知識クイズ大会を、平成20年度から中国青年法と人民、中国と共同で、漢字日本をテーマに、中国語と日本語による笹川杯作文コンクールを行い、それらの優秀者を日本に招へしている。また、 図書寄贈対象大学の担当者等も日本に招聘している。科学知識相関号地域の水域環境に積極的に関わっている NGO、NPO、市民グループなどが行う調査、研究活動の成果を地元の人々に公開する際に必要な経費について支援するもの。平成十三年度から平成十七年度まで実施し、全国の NGO、NPO、 市民グループ計4 6団体に支援した。手近な材料を使った優しい実験や遊びを交えた実験などにより、子どもたちに科学の楽しさ、不思議さを伝えるための大規模な科学学習イベント。平成4年度から平成12年度、平成14年度に全国9都市13カ所で開催。イベントの実施については、 実験ノウハウを持つ全国の先生などの協力を得て、準備するとともに、開催地の小中学校の先生や、生徒の父母に参加を呼びかけていった。また、展示される実験については、目で見て、耳で聞いて、手で触れるといった人間の交換による、現体験を基本に考えられた内容で、子どもたちに科学に対する理解のみならず、感動を与え、 好奇心や夢を膨らませるよう工夫を凝らしたものだった。平成17年度より実施。海洋科学知識の普及活動を促進させ、時代の海洋科学を担う人材を掘り起こすための調査研究船を使用した体験学習事業。例年、全国から公募した約80名を対象に、東海大学の所有する調査研究船、持星丸を使用し、主に太平洋に流れる、 黒潮域において海洋科学における実習を行い、持ち星丸下線後に採取した資料やデータの分析を行った。大学で実際に使用されている実験器具や大学の教授や海洋学者等が指導するため受講する高校生にとっては大学での実習の先取りに近い質の高い研修内容であった。ありがとうございます。